今回は群馬県の旅なのですが、チャンネル初の試み、なんと AI によるナレーションを導入してみました。いかがでしょう。これ全部 AI が話してます。自分の声は美声ではないので困っていましたが、便利な世の中になりましたね。ぜひ映像だけではなく声にも注目ください。ということで、旅をしたのは4月中旬の群馬県湿原を歩いてみたかったんです。向かったのは新潟と長野の境界に近いところで、上信越高原国立公園、途中嬬恋村というキャベツが有名なエリアも通りましたが、残念ながら時期が違ったのかキャベツはありませんでした。山の上の方にはまだ雪が残っていましたが、道路は積雪はなくノーマルタイヤで行くことができました。さあ見えてきました。おそらく到着です。さあ初の湿原散策、ワクワクします。そのまま管理事務所に声をかけたところ、まさかの現在まだ積雪のため閉鎖中。以前にも同じパターンがあったような気が。岡山県の旅、このチャンネルの下調べしない旅の醍醐味、行けるところだけプチ散策をしました。管理事務所にはプチ展示室がありました。川がかなり白く濁っていました。源泉の影響ですね。映像では全く伝わりませんが、強烈な硫黄の匂いが漂っていました。恐竜の頭にも見えなくもない。鼻の弱い人は我慢できないかも。すごい、なんか岩がなんかかなり元気に湧き出ていました。地球が生きている証拠、ありがとう。うん？
いな。わあ、草。うん。本格的やな。せっかくやで、参ってくるわ。出発が遅めだったので、次で最後です。次こそは目的地にたどり着けると信じて向かいました。しかし、なんとまたこの道のりが普通ではありませんでした。180個もの連続カーブがある峠道を走ろうことになろうとは思ってもみませんでした。走ってもカーブカーブカーブ、走り屋にはたまらない道でしょう。運転していて若干酔ってしまいました。あ、自分のテクニックにですよ。そんなことはさておき、
ようやく長いカーブを越えて駐車場に到着。複数のメガネ橋があるみたいですね。とりあえず行けるだけ散策してみることにしました。駐車場からは少し歩きました。歩道の右手には川がありました。あ、見えてきましたね。巨大なメガネ橋です。立派ですね。思っていたより巨大で圧巻でした。180のカーブを走ってきた価値はありました。上を歩けるようなので行ってみたいと思います。お、止められ。お、電気ついてる。お、トンネルがあります。高所恐怖症なので歩くのはやめました。めっちゃ濃い響くすごい響く。あ、あ、そろそろ注意が暗くなってきたので帰ることにしました。またカーブを越えて帰らないといけないですからね。今回の旅はいかがでしたか。冬季閉鎖に峠道ハプニング続きで面白かったですよね。次回はどんな出会いが待っているのでしょうか。
帰り道の高速道路のサービスエリアで見つけたちゃんぽんが最高に美味しかったです。次の旅でお会いできるのを楽しみにしています。また新しい仲間が増えました。ショーケースが華やかに。ありがとう。またね。